開館された、まあ、理由といいますか、うちの館長さん本間昇といいまして、寄木細工の伝統工芸士でもあるんですけれども職人さんなんですね。で、古いものをこう集めて古いものから昔の方たちはどういうお仕事をしてたのかっていうのを学ぶためにもともと古いものを集めていたんですけれど、自分のところだけで置いておくのはもったいない、これ素晴らしい作品がたくさんあるのでこれはもう皆さんに見ていただきたいということで開館したのが、平成6年なんです。寄木細工は江戸時代から現在まで継承されているのかというのがね、国の方から言われたんですよね。それで皆さんに古いものを持ってたらお貸しくださいということをお依頼したらば、白塚の虹ヶ浜の方で林さんという方がこの厨子を持ってこられたんですよ。この洋風厨子ね。で、写真が本物なんです。で、それが正倉院の宝物室長の木内先生が、関係に来られて、これはまさしく江戸時代ということで箱根寄木細工が江戸時代からあるということが、まあ、認められた。文献上ではいろいろ言われるんですよね。シーボルトが書いた江戸三部紀行とかその中に出てきますけども、現物としてこれが出てきた。で、それが出てきて私がこれを見て、先人がこんな素晴らしいものを作っていたのかということで、持ち主の了解を取って、複製したんです。で、これが3年かかった複製です。で、私が2年半かかって家内が漆を塗って半年で3年がかりで、これがきっかけで、ここの一角は組合の技術保存事業で複製品なんです。九州柳川のお花、立花の殿様が持ってるあのお盆、九州まで行ってきたりして、これは町の依頼でやった枕とかで、それがきっかけで、先人が作られた寄木細工を集め始めた。で、そうしたらばかなり集まっちゃったわけです。で、これを自分だけで、しまっててももったいないということが美術館を作ったと。で、多くの方に、先人の寄木細工を見ていただこうと。寄木のね、寄木っていうと観光土産っていうふうに、そういうことで、普及品っていうのはどんどん作るわけですけども、そういう中で先人が作ったのを見ていただくと、そうすると寄木の価値観が違うんではないかということですね。それから技術を継承するには業界の人たちがこの素晴らしい寄木を見るということが、より一層技術の継承になるだろうということで、平成6年にこの美術館を作りましたということですね。天然の有色材で文様を作っていると、単にない工芸品ですよね。そこが魅力じゃないですかね。はい、文様が有色材で作られているということです。なんですけども、お客様がこの寄木を見ていただいて、寄木の価値観をね、知っていただければいうね、寄木のね、その価値観が違ってくるんじゃないかなということですね。